その日のすごいところは、転写日にアクションしたことを、さらに万倍に成長させる組み合わせであることです。一つのアクションで、基地ポイントが6万倍になります。運が解説する、急上昇チャンネルの高見です。急上昇チャンネルにLINEアットができました。急がある6つの特典をプレゼントしてます。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。今年最後の転写日の後も、一粒万倍日が控えています。転写日でやりきって休憩の日にするのもよし。転写日でやり残したことがある場合、転写日には時間がなくてできないアクションがある場合に、一粒万倍日でカバーするのもよし。機運だけ万倍にするアクションをするのもよし。状況に合わせて過ごし方の選択肢が多い吉日となります。どんな過ごし方もいいですし、この日のすごいところは、転写日にアクションしたことを、さらに万倍に成長させる組み合わせであることです。暦で吉日を選んで行動している人にとっては、転写日って、ここぞというアクションをする日になります。自分の人生にとって、最も大切なことを進める時間となり、いろんな選択肢の中から、最良と思えるアクションを選んで過ごす。そんな、思いや願いがこもった転写日の運気をさらに万倍に発展させるよという一粒万倍日のサポートはすごくありがたい組み合わせです。今日はそんな18日の一粒万倍日にやると転写日のアクションを万倍にする過ごし方、金運万倍にする過ごし方についてお伝えしたいと思います。まずはじめに龍神様のスライッパーを極める転写の音から始めていきましょう。それでは早速、行ってみましょう。今回の転写ウィークは10月11日の虎の日から始まりましたが、前駅でもぴったり重なるように、10月8日からビューティーウィークに入っています。外見を磨くことや、芸術や創作など、クリエイティブな活動をすることで、お金が巡る黄色い星が進行しています。ですので、今回の転写ウィークは、基本的に美容に関することは、金アップアクションになる日です。そして、10月18日は、機運の星もダブル、美の星もダブルで入る日になります。この日の前の日は、金258、白い鏡、黄色い星、音11の日になります。外見を磨くことでお金が巡る黄色い星に加えて、内面を磨くことでお金が巡る白い鏡の日となります。18日は、外見に関することも金アップにつながりますし、内面に関することも金アップにつながります。また、礼儀礼節を高まる日ですので、時間を守ることや、身だしなみを整えることもいい日となります。マナーやお作法に関することもいい日になります。そして、通所で大吉となるアクションを見ていくと、通所でも美容関係は全般大吉の日になります。美容室、エステ、マッサージ、ネイル、まつげや眉毛のお手入れ、脱毛、それから温泉、サウナ、岩盤浴、入浴などは大吉になります。前歴でも大吉、通所でも大吉。ですので、通販で例えると、前歴でも1個買えばもう1個ついてきて、通所でも1個買えばもう1個ついてくるので、1つのアクションで吉が4倍になる。そういったイメージです。美容に関することはコスパ金アクションになりますね。他にも通所で大吉になることは、学ぶこと、勉強を始め、恩を施すこと、宝くじの購入、金アップアクションなどがあります。金アップアクションが大吉の日ですので、先ほどの美容に関するアクションは、吉ポイントの4倍に加えて、金アップアクションの2倍も加わり、通常のアクションの時の6倍の金アクションになります。美容に関することは、めちゃくちゃいい日なんです。そんな18日の一粒万倍日、金運万倍アクション。一つ目は、ビューティータイムを取るです。美容は普段の6倍大吉になりますが、ここに一粒万倍日の万倍のパワーも加わると、一つのアクションで吉ポイントが6万倍になります。もう数字がバグってきましたね。美容に関することは全般大吉になりますから、思い思いのアクションをしていただくといいかなと思います。一日ビューティーデーとして、サロンやエステのはしごをするのもいいですし、転写日にやり残したことをするのもいい日です。時間がない方は、
お家でのバスタイムを楽しんだり、お風呂上がりのスキンケア、ボディケアの時間をたっぷりと取るなど、いつものアクションを丁寧にするのもいい日となります。今ちょうどコフレの時期に入りましたので、今年のコフレどれにしようと検討したり、今年のアドベントカレンダーをどこのにしようと検討するのも楽しくていいですね。二つ目は金運8万倍アクションです。一つ目の金運6万倍でも十分すぎる倍率ですが、実はさらに金運8万倍になるアクションがあります。興味がある方には、スタートするなら18日しかないというぐらい激安の日になります。金運8万倍になるアクションは、美に関する学びを始めるです。美に関することは、前歴で2倍、通所でも2倍、金運アクションが2倍、学びが2倍、全部で8倍、さらに一粒万倍日で1万倍、合計をすると通常の8万倍になるのが美に関する学びを始めることです。マナーやお作法もいるし、メイクやネイルなどもいいです。自分のサロンを持ちたい、独立開業したいという方は、施術などの技術の学び始めや、さらなる技術向上の学び始めの日にするといいです。似合うファッションを見つけるためのカラー診断や骨格診断などもぴったりの日ですね。3つ目は金や銀のアイテムを身につけるです。18日のラッキーカラーが金と銀なんですね。ですので、金色のアクセサリーや銀色のアクセサリーは金運を呼び高めてくれますし、ファッションや小物などでも金と銀がいい日になります。金と銀というと将棋みたいで渋い感じがしますが、昔 TRF がシルバー&ゴールドダンスという曲を出していて、シルバーとゴールドのダンスって一体なんだろうなって思っていましたが、今こそシルバー&ゴールドダンスを踊る時が来たのかもしれませんね。ちょっと話が逸れてしまってすいません。シルバー派の人はシルバーを楽しむのよし、ゴールド派の人はゴールドを楽しむのもよし。上級者もしくはガラガラしたファッションが好きな方は、どちらも取り入れるのもいいですね。神様はキラキラ光るものが好きですので、神様からのご加護を得られやすくなるアクションですし、金はお金のエネルギーを発するので、磁石のように金を呼び集めるアクションになります。僕は神楽鈴が金色ですので、鈴を振って過ごそうと思います。4つ目はパワースポットの食材を食べるです。18日は土地のエネルギーが高まる日なので、土地に関することが金運を上げてくれる日になります。不動産関係のお仕事の方は、スタートや商談、契約などを持ってくるのもいいですし、不動産投資をしている方にも後押しとなる運気になります。他にも地に関することが金運を高めてくれるので、パワースポットで採れた食材やお水などを取り、地のエネルギーを取り入れるといい日となります。転写日にパワースポットに行かれる方は、そこで一緒に食材の購入するのもいいですね。18日までには調達できないという場合は、地元のお野菜や旬のお野菜にも地のエネルギーが含まれていますから、そういった食材を楽しむと金アップになります。金運食材のレモンは18日の金運を高める食材に入りますので、レモンを絞ってサンマを食べたり、サラダにさっと絞るとダブルで金運アップ効果が高まります。最後5つ目は転写日にしたことを18日にもするです。転写日の暦上最高運気の日には、ここぞという大切なことをするといいです。新しいチャレンジやお金に関すること、仕事に関すること、恋愛に関することなど、自分にとって最も大切なことをすると思いますので、転写日にする予定のこと、転写日にしたことを、さらに18日の一粒万倍日にもアクションをすると、暦上最高運気の転写日のエネルギーが万倍のアクションになります。少しの時間でいいですので、これから発展させたい大切なことは18日にもアクションをすると運気爆上げになって発展していきますよ。転写日ウィーク最終日ですので、いいなと思うアクションがあったらぜひ取り入れてみてくださいね。今日の動画になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また高見お気に入りの開運グッズができました。転写日は転写祭り1000円オフクーポンをプレゼントしています。身につけるだけの金アップ、置くだけ金アップなど、高見が爆買いしたグッズなど、いろんなグッズがあります。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。
最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。